アメリカ合衆国司法長官とは、アメリカ合衆国司法省の長であり、連邦政府において法律問題を担当する閣僚である。日本語で司法長官と訳されることから、最高裁判所長官と誤解されることがあるが、日本でいう法務大臣に相当する閣僚である。政治色が薄い閣僚であり、ロバート・ケネディのように司法長官の担当内容を踏み越えた役割を、 果たした場合を除き、政権の任期内は交代することなく、任期を終えることが多い。司法長官は、大統領が指名し、上院の承認を経て就任が認められる。上院の休会中は一時的に、大統領による休会任命もできる。大統領は、他の閣僚と同じように、司法長官を任意に罷免することができる権限を有しており、 司法長官の罷免は大統領によって行われることが一般的である。司法長官の不正行為が明らかになった場合には、下院の過半数の賛成による弾劾が可能であり、上院での弾劾裁判にかけられる。もし上院の裁判において有罪と判決された場合、司法長官は罷免される。上院における有罪判決は、 有効投票の3分の2以上が必要である。この時、当該司法長官は、生涯にわたって、司法長官への再就任を禁止されることもある。司法長官の職位は、1789年の連邦議会で制定された。当初の司法長官の職務は、合衆国に関わる最高裁判所のあらゆる訴訟に対応し、大統領その他の省庁の長の要請に応じて、 法的問題への助言を行うことであった。その後1870年、司法長官の職務遂行を支援するための機関として、司法省が創設された。このように、設置から100年近くの間、担当する省がなかった経緯もあり、アメリカ合衆国の閣僚の中で唯一職名が、セクレタリー・オブ・ザではない。1789年裁判所、法35条。 ありがとうございます。